おはようございます。釣り子 TV です。これ買いました。ビッグ2ウェイってことで、レイドジャパンの機体のですね、新しいワームが店頭に並んでいたので、早速買ってきてみましたよ。パッケージはね、こういう感じで、シンプルなね、レイドジャパンのパッケージですけども、まあ、このオレンジ色がね、すごい目立つから、ああ、新しいやつ出たなって、まあ、この、もっさりした何かがいっぱい入ってるこの感じを見てね、で時を同じくしてですね、あの人気の2ウェイの方もですね、また発売していたので、こういう感じでね2袋買ってくることができましたね。パッケージがねちょっとねビッグ2ウェイの方がですね大きいパッケージになってますので、店頭で見かけたらすぐ分かると思うんですけども、あとまあここにビッグって書いてありますからね。でこれ2ウェイで、じゃあね早速どんなワームなのか開けていきたいと思います。開封。はい、ねっとりしてますね。あーこうなるんだ。あ、はい、出てきましたけども、でこの上にさらにマグナムってのがね準備されてるってことなんですけども、なんだろう、このビッグ2ウェイ持った時点でこれもかなり大きいな。あとねこの対抗がすごいあるから大きい印象を受けました。そんでねこの手も長くなっているような感じがね、すごいこのビラ、なんだもう手ギトギトですけどもね。はい、まあじゃあ早速ね両方変えたんで、通常の2ウェイはどんなもんかなってね、サイズの違いとかちょっと見ていきたいと思いますけども、こっちがね人気の前からある2ウェイね。よし、ちょっと未だ買いづらいですけどね。あーこういう感じですよね。そして横に並べてみるとだいぶ大きさの感じがね、やっぱあとね幅がこっちの方がねその太くなっているか大きくなった分ですね、相当なんか水を押してくれそうだななんていう感じがあって、そんでもってあのね事前に動画で見てきたんですけども、これただ大きくしただけではなくて、ここの真ん中の丸の部分ね、ここがこっちの小さい2ウェイはですね、しなやかさ、軽いシンカーとかでもよく動くように、なんていうかちょっと細長な感じの真ん中の接続部になってるんですけども、こっちのビッグ2ウェイの方はちょっとここの丸が横にですね広い、それによってこの小さいやつよりなんか張りを感じるんですよね。ちょっと、丈夫に真ん中を保持している、これによってここら辺のなんかただ大きくしただけじゃないよっていうね、この使う用途によって微妙なデザインが変更されているよ、ここら辺でいろいろとですね使えるリグとか、あとはそうですね竿とか、まあ、そういったところ全て、変わってくる、そこら辺も考えて作られているよってことみたいなんですけども、でこっちのですねビッグ 2way のいいところってなると、この小さい 2way ってねノーシンカーとかダウンショットとか、あとは、まあ、沈む虫にしてみたりとか、いろんな感じでライトリグでとにかくいろいろ使い回せて、そんでもって釣れるっていうね、ジグヘッドワッキーとかね、そういうやつだったんですけども、こっちはさらにその使えるロッドとかまで許容範囲がどんどん広がって、さらに多彩に使うことができるよね、こういうことみたいなんですよね。まあ、例えばこっちはスピニングのライトアクションの竿でね、使いやすいとしたら、こちらはこれだけボリューム感があるので、まあ、例えばそれこそミディアムヘビーぐらいの竿のリグとかまでいけちゃうんじゃないですかね。それは例えばそうですね、ヘビーダウンショットリグとか、はたまたなんだろう、それはマグナム 2way の方で動画なんかですごいいいなと思ったんですけども、このサイズであれば、まあ、例えばフルサイズの
ラバージグのトレーラーね、ワッキー掛けにしたり通し差しにしたりちょん掛けにして、長さボリューム感出したりとか、そういう使い方から、まあ、ノーシンカーだったらもちろんスピニングとかでこうピクピクしたようなワッキー掛けセッティングでこう微妙に、ね、水面で誘ったりとかもできて、というわけで、まあスピニングからちょっとしたベイトタックル、もちろんベイトフィネスとかね、そういったところまで、さらにいろんなリグまで、対応しやすくなってるよ、使いやすくなってるよっていうね、こういうことみたいなんですよね。でこのボリューム感ですから、まあ、例えばこの真ん中の部分ワッキ掛けにしててちょっとダメージにちぎれかけちゃったりしたら、例えばこの半分ずつにして沈む虫としても使えちゃうってことみたいなんですよね。これはこの手のね感じですから、すごい、使いやすそうじゃないですか。結構人気のあの吊るしってテクニックですかね、 P ラインで、ちょっとパワーフィネスなタックルでオフセットバリとかで仕込んで木とかにこう吊るして、この半分であればね、こんな風に水面叩いてたら、うおーパクって食ってくれちゃいそうじゃないですか。そんな感じで結構ね、こっちのやつってやっぱり自分もね一回使って魚も実際釣ってみたりしたんですけども、ほんとねライトリグでまあ見えバスとかをどうにか騙したりとか、あとは、ライトダウンショットリグで誘ったりとかね、まあなんだろう、使い方はやっぱり軽い方ライトリグな方にねすごい限定されてくるので、まあこれはこれでもちろんね必要だから買っておいて、さらにこっちがあれば、まあノイ系とかね一回りしようって言って、まあ何でも投げれるベイトタックル一本で、全部こなして打っていきたいななんていう時に非常に便利なんじゃないかなね。もう手に持ってねこうちょっとずしっときてるんで、あこれはまあ今のねあの何でも投げやすいようなこうベイトリールであればスーって、飛んでいきそうだなって、そんな印象を受けております。さらに、まあこれがね 1,2,3,4,5,6 本入ってるから、この真ん中でこの色はもうちょっと沈む虫に特化して使おうなんて言ったらね、まあちょっとせこい話ですけども、12匹ね、まっすぐだとまあ6匹だけど、ここで半分にしたら、12匹のね、虫が一気に手に入るってね、なかなかいいな。餌持ちも良さそうってね、非常にこう張りのあるマテリアルな印象なので、結構餌持ちがいいんじゃないかななんて期待しております。それではですね、ちょっと重さの方も測っておきたいと思います。はい、じゃあね、ビッグツーベイの重さは何グラムでしょうか。 7.7グラムですね。これはまあノーシンカーでも投げやすいし、まあはたまたそうホバストとかのセッティングでね、カナモさんが釣ってる動画なんかも見たので、あそっか、こういうのでホバストっていうのもありなんだな、まあ吊るす虫とかでもね使ってみたいしとかね、結構一本買ったらねあれやこれや、想像が膨らんでおります。はい、手がギトギトですけども、それとねまあそうですね、まだ数もいっぱいあるし、本当はね釣り場でここの真ん中がちぎれ出したらやろうと思ったんですけど、単体のまあ沈む虫としたら、どんぐらいなのかな、これもちょっとねちぎってねちょっと測っておきたいと思います。そしてちぎり方によってほら細かい話だけど2種類の虫になるななんて思って、こっちはね小さな頭があるね、小さな頭ある虫ビュービュービューってね、そしてこっちは小さな頭のない虫、これ単体こう分けてだと何グラムなのかな、測ってみます。小さな頭のある虫だと 3.8グラム、まあ 3.8 グラムでこれにまあね、そういった沈む虫だと P ラインセッティングでちょっと、太めでずんぐりむっくりした針を使うと思うんで5グラムぐらいになっちゃうんじゃないですかね。これは非常に投げやすそうだし、例えばノイケとか、あとはまあボートでもその
魚からディスタンスを取って入れ込みたい時とかに非常に十分な重さじゃないかな。でついでにね、頭のない虫ね、小さな頭のない虫だと 3.6g。 まあこれまたまあまあ本当ここの頭の差だけなんですけども、これに何だろう、やはり針をつけてですね、投げたらまあね、投げやすそうってことで、頭のある虫は 3.8g ね、そして頭のない虫は 3.6g。 ここら辺の微妙な使い方と、あとはセッティングのね具合で、もう 2way どころじゃないですねこれ。 3way、 4way、 5way、 なんだろうな、もう10ウェイぐらいになってくるんじゃないですか、使い方としては。こんな感じでね、いろいろ試して、そんでまあちょっとね、今あの釣り自粛の期間ですけど、この釣りの自粛、まあ、いつまで続くかはわからないんですが、いよいよね、まあ、ちょっと釣りぐらいは行ってもいいんじゃねえかみたいなね、雰囲気になってきたら、ちょうど梅雨の時期とかね、あとアフタースポーンの時期とか、もちろん夏の時期、そんなタイミングで大活躍しちゃうんじゃないんですかね。これはね、ほんと綺麗だし、形もねすごい細かいんだけど、しっかり作り込まれてて、いろいろ使い込んでみたいななんて感じさせてくれるワームでございます。ちなみに 2way オリジナルの一番最初に出たもの単体だと 2.9g ね。ということはですよ、この1本よりこっちの頭のない虫の方が重いね。こういうサイズ感だななんていう風に覚えておいていただくと、これによってその使うタックルなんかもイメージが湧いてくるんじゃないかな。スピニングでも使えるよっていうことですけども、結構これベイト寄りなんじゃないかななんていう風に、あとはこっちのこの状態だったらまあいいセッティングのパワーフィネスなタックルとかね、あとベイトフィネスタックルとかね、そんな感じになってくるかな。まあ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 、せっかくなんで、釣りに行き次第ですね、いろいろと吊るしたりなんだりしてですね、試していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV は、こちらレイドジャパンから新しく登場したですね、ビッグ 2way、 これをですねいろいろ測ってみたり、手元で眠ってみたりしてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。